はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、久しぶりにスリーコインズさんに行ったらですね、面白いものというか、想像通りにですね、使えたら多分、キャンプでですね、相当便利にね、使えそうなものを見つけましたので、買ってきてみました。これね、皆さんと一緒に開封しながらですね、ちょっと私のイメージ通りに使えるかというところをですね、実験していきたいなと思いますので、ぜひね、最後までご覧になっていただければと思います。それではね、本日ご紹介する商品なんですけれども、こちらです。この何やらですね、茶色い紙のようなものなんですけれども、こちら何かと言いますと、冷蔵庫内仕分けバッグというものになりまして、このね、紙でできてるですね、バッグになってます。大きさが3種類ありまして、このね、小さいやつ、これは2枚セットみたいなんですよ。2枚セットですね。で、この中ぐらいのサイズと、あとね、大きいやつ。この中ぐらいと大きいやつは、それぞれね、1枚入り。で、お値段の方は、各1パックですね。これだけ2枚入りですけど、300円の消費税、330円でね、買えるというものをですね、見つけてきました。これをですね、大きさがね、いろいろあるので、いろいろなですね、キャンプで用途で、使えそうだなと思って、全種類ね、買ってきてみたんですけれども、こちらがね、冷蔵庫内仕分けバッグ中。こちらが冷蔵庫内仕分けバッグ大ということでですね、それぞれですね、ちょっと私のイメージしているものをこれからですね、実験していこうかなと思っております。ではね、早速、サイズ感。後でね、この広げたサイズも見ていただきたいんですけども、材質はクラフト紙になってます。まず、この一番ちっちゃいのからですね、ちょっとね、このシール貼られちゃってるんですけど、幅が8センチ、奥行き8センチ、高さが10センチというね、ものになってまして、中サイズの方が、幅が13センチ、奥行き8センチ、高さが22センチ。結構ね、高さ変わってね、これがね、一番ね、結構ね、使い勝手良さそうかなとは思ってます。そして一番ね、大きいこちらのサイズが、幅が16センチ、奥行き15センチ、高さが22センチということでですね、高さはね、この中のサイズと同じ高さになってますけども、奥行きとね、この幅の方が違いますよという違いですね、この中と大に関してはね。小はね、だいぶ小ぶりになります。比べてもらうとこんな感じのね、大きさの比較になっております。ではですね、早速、こちら中身ね、出していこうと思うんですけれども、こちらがですね、これね、2枚組になってます。こんな感じのね、紙の袋になってるんですけど、全部ね、出しちゃいますね。こんな感じのですね、袋になってまして、このね、袋の方、一番ね、上の部分がちょっとね、折り返しがあって、ちょっと補強されてるような感じでですね、このように広げてですね、結構ね、マチがあるんですよ、ここ。で、紙もですね、かなりね、丈夫な感じ。ロー引きとはね、書いてないんですけど、質感としては、ちょっとね、ロー引きな感じ。ただね、ローはね、でもこう、ちょっと、あと残るからロー引きなのかな。なんか質感としてはちょっとね、ロー引きな感じのクラフト紙の質感になってます。こんな感じで街が広がってですね、これ自立するんですよ。もうちょっと綺麗にしてあげた方がいいか。こんな感じでね、自立するんで、これがですね、まあもともとはね、冷蔵庫のね、こう仕分けで使うようなものなので、こう自立してね、物を入れて、こう冷蔵庫内。で、入れた小物とかをパッとね、これを取り出せば、取り出せますよという感じでね、使えるものになるんですけど、この自立するところが、かなりね、キャンプ向きだなと思って、あとね、ちょっと想像してる使い方があるんですけど、それはね、また後でご紹介したいなと思うんですが、これもね、こんな感じで自立します。で、この一番大きいやつですね。これはね、正直ちょっとキャンプでどう使おうかね、まだあんまりイメージができてないんですけど、このちっちゃいやつとね、この中ぐらいのやつがね、結構ね、使えるんじゃないかなと思ってます。これもね、マチが結構でかいんですよ。で、この紙質自体もね、かなりね、しっかりした紙質なので、繰り返しね、結構ね、丈夫にね、使っていけそうな感じかな、というふうには思ってます。こんな感じ、大きさ。こういう感じですね。こんな感じの大きさになってます。で、こちらがですね、
一応注意事項としてここのね裏に書いてあったんですけど、長時間濡れたまま放置しないでください。変形変色カビなどの原因になります。まあこの辺カビとかはね、冷蔵庫で入れっぱなしにした時ですね。水に濡れても破れにくく耐久性のある素材ですが、完全防水ではございませんということが書いてあります。なので、ね、多少ね水に濡れてもというところもキャンプでねかなり使い勝手がいいんじゃないかな。だからこれねバケツみたいにね使うことはできないと思うんですけど、多少濡れたとしてもねこうすぐ破れちゃうとかっていうことはねないと思います。でこれがですね何に使えるかというところなんですけれども、いろいろね本当かなり便利に使えると思うんですけど、私一番最初に思いついたのがこのね中ぐらいのサイズ。キャンプで皆さんゴミ箱ってどうされてますか？私もですね、なんかいろいろなものを使ってて、今のところ最近はですね、ゴミ箱というゴミ箱を実は持ってってないんですよ。普通にコンビニとか、普通にこう100均とかで買う白いビニール袋を何枚か持って行って、もうそのままそこにね、ゴミ箱としてダイレクトにゴミを入れているので、正直ね、見栄えは良くないんですよね。なんで何とかしたいなぁとは常々思ってはいるんですけれども、今のところねなんかこれだっていうものがなくて、正直白いねビニール袋のままゴミを入れてね使っているという現状なんですが、これゴミ箱にしたらめちゃくちゃかっこよくないですか？普通にこう置いてあっても全然違和感がないし、このね色がこう紙のね段ボールみたいな色というかベージュというかの色なので、ナチュラルカラーなので、サイトにねこう置いてあっても全くね違和感がない。変な話、テーブルの上に置いてあったとしても全くねこう違和感がないような色味質感になってるので、これをねゴミ箱に使ったらちょうどいいんじゃないかなと思って買ってきたんです。でゴミ箱もいろいろねこうその時々何を作るかとかによってもねゴミの出る量が変わってくると思うので、ミニマムでね行く時なんかはこの中サイズのゴミ箱でちょうどいいんじゃないかなって、ちょっと調理とか多めにしたいぞという場合はこれね大きい方のサイズぐらいのゴミ箱だとちょうどいいのかななんていうところで想像はしているんですけど、ただねここにダイレクトにゴミを入れてしまうとね、さすがにこれね繰り返し、紙質自体はね丈夫とは言いつつ、ゴミの汁とかがねここについちゃうとあんまりよろしくない、衛生的にもねよろしくないということもあると思いますんで、こういうねなんかスーパーとかでね買い物するときとかにお肉のパックとかねこう入れてくれるこういうのあるじゃないですか。これもね100円ショップとかで買えるので、こういったものをサイズが合うものねここにかぶせてあげて、こういう感じで、ね、ちょっとこれでかいので上がねこういう風にちょっと出ちゃうんですけど、もうちょっと出ない感じにねいい感じのサイズ感であればここにかぶせてあげて、ここにねゴミを入れてあげればこう置いてあってもですねそんなに違和感なく使っていただけると思いますし、こっちのね大きい方にもこういう感じでかぶせてあげて、あんまりねこのビニールが表に出てるとね正直あんまかっこよくないんで、あんまり出ないような感じでこういう風にねやっといてあげると、おしゃれなねゴミ箱としてこう使ってあげる。こっちを例えば生ゴミを逆かな、こっちを缶とかにして、こっちにねまたビニールかけて、こっちをね生ゴミをみたいな感じにねしてあげるといいんじゃないかなと、まず一つ目ね思って買ってきてみました。で実際に帰る時にはねこのビニール袋をこう湯がいてですねゴミを取り出して、こちら自体はですね先ほどね見ていただいた通り紙なんでね、このようにコンパクトに折りたたんでね持って帰ることができますんで、またこれをねバックパックとか何かねバッグの隙間に入れておいて、また次回ですねこういった袋と組み合わせてですね使っていただければかっこいいですね。見た目もおしゃれ、そして繰り返し使えて経済的なねゴミ箱として使っていただけるんじゃないかなと、まずこれ一つ目の使い方です。そしてですね二つ目の使い方なんですけれども、このサイズもしくはこちらのサイズになるんですけれども、キャンプの時にですねテーブルのサイズも皆さんね使ってるサイズが様々だと思うんですが、例えばこういったちっちゃめのねテーブルを使ってますと想像してください。これね結構ミニマムなテーブルなんですけど、ここに調理とかもしつつこういろいろとねご飯食べる時にこういうカトラリーとかねお箸、
あとこういったトングとかをですね、こう使ったと想定しましょう。ただテーブルが狭いので、これをですねずっとここにね置いておくわけにもいかないし、かといってここ地面だと想像してくださいね。地面にこういう風にね直置きするのも嫌じゃないですか。そういった時にこれをですね、サイズ的にはこっちの方がいいかなと思うんですけど、使わないものを暫定的にこのようにですね、あんまり重いとひっくり返っちゃうと思うので、もしねこういった長物を入れるときは下に少しね重しか何かを入れてあげた方がいいとは思うんですけど、こういったものをですね、ちょっとこれ、まあ、本当はこう入れるのかな、こういう感じで入れてあげて、まあある程度ね待ちがあるので、そんなにね重心が上に重いものを入れなければそんなにこうひっくり返んない感じになると思いますんで、こんな感じでですね、ちょっとこのテーブルから避けてね置きたいものとかをここにバッと入れておくと、こんなね使い方もできちゃうんじゃないかなと思います。ナイフとかね、こういったものも使うときはねここに置いといていいんですけど、使わないときはねテーブルの面積広げたいので、こっちとか、もしくはねこのナイフぐらいのサイズ感であればこっちの方にねこういう風に入れといてあげて、ここに置いといたものをこう下とかね横にね置いといて使えるみたいな感じのですね、これは本当に冷蔵庫で使うのと同じようなイメージで、小物入れとしてこうやってね使ってあげると、そんなイメージでね、こちら中と小はね使っていただけるんじゃないかなと思います。あとはねこういったスパイスとかそういったものもですね、ここにこう使うときは出しといていいんですけど、使わないときにねここに置いとくと邪魔なので、こういった小物類とかも一時的にねここに入れてあげて、このようにね横にはけて置いておくとか、こんな感じでね使ってあげるのもいいと思いますし、あとこれどうですか、このテーブルの横とかにこれがこうポンと置いてあっても結構おしゃれでかっこよくないですか。こんな感じでね、これはこれでねかなりねおしゃれにこのようにね使っていただけるんじゃないかなと思います。あとはですね、このサイズ感どんな感じで使えるかなと思ったのが、皆さんもですね、こう小物とかこういうね、この横に置いてあるんですけど、このコンテナとかですね、例えばこういう頑丈ボックスとかトランクカーゴとかね、そういったものに収納するときに、こう収納バッグみたいなものをねいろいろ使ってらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですけど、それをさらにね細かく細分化するのに、この小さい方のサイズであればですね、こんな感じでゴールゼロとかねいい感じにこう入るんですよ。でこれでこうなんか収納バッグに入れといてあげて、ゴールゼロの仕切り、これちょっと今スパイスとか入っちゃってますけど、もう一個これねゴールゼロの仕切りみたいな感じでですね、こう袋の中でさらにこう細分化して使ってあげるとかですね、本当にいろんな用途でですね、こちらアイデア次第でねかなり有効的に使っていただけるんじゃないかなと思っております。あとはですね、このね中サイズ大サイズの方かなと思うんですけど、この中サイズぐらいでしたら、例えばこういったね OD 缶とか、これ小さい方の OD 缶ですけど、こっちの250の方のね OD 缶、これもねこういう風に入れてあげて、さらにここにねこういう風にシングルバーナーもね横にこういう風に入っちゃうぐらいのサイズ感になってますんで、これでねこれ1枚折り返してあるんですけど、この折り返しをですねこのように開くこともできるんで、これでさらにねこう高さ出して使うこともできるんで、この状態でですねこうちょっと折りたたんであげて、これで一つね収納としてね使ってあげると、こんな感じでね使ってあげるのもおしゃれだと思いますし、こっちのね大きい方のサイズであれば、これはねかなりね収納いろいろ入ると思うんですけど、こっちだったらですねこんなこの500の方のね OD 缶とかが、まあ、2本プラスアルファ何かみたいな感じでね入れることもできますし、あとこのね CB 缶とかもこういう感じでね立てて上出ちゃいますけど、ここね折り返してあげればちょうど高さね同じぐらいかな、 CB 缶とっていう感じでちょっとねこういう感じで置いといてあげると、なんかこのねガス缶ってねこう裸で見えてるとね、なんか私個人的にあんまり好きではなくて、そういったものをですねパッとこの目線に入らないような形で隠してあげる用途に使ってあげたりとか、あとはですね乾物関係とかですね
お味噌汁、インスタント味噌汁とかですね、インスタント食品とかカップラーメンとか、そういったものをね、入れて持ち運んどいてあげて、ポンと置いといたりとか、お菓子を入れといてあげて、お子さんとね、キャンプに行くときにここにね、お菓子入ってるから食べていいよみたいな感じで、テーブルにポンとね、置いてあげて、どうぞワイワイみたいな感じでね、使ってあげたりとか、本当にいろんなね用途で使ってあげられると思いますので、このサイズね3つあるところもね、いろんな用途で使えるポイントかなと思っております。ということでですね、本日はこれね、なかなかねアイデア商品だと思うんですけども、こちらのねスリコさんで見つけてきました。本来の目的はね、冷蔵庫内仕分けバッグということなんですけれども、こちらキャンプでですね活躍間違いなしということでですね、私の想像通りかなり使えるアイテムだと思いますので、これとかめちゃくちゃ良くないですか。カトラリー入れたりね、これ今ねオーディ缶とシングルバーナー入ってますけど、こんな感じでですね、簡易バッグ、仕分けバッグみたいな感じでもね十分使っていただける材質になってるかと思いますので、気になった方はですねぜひスリコさんの方でゲットしてみていただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。